そうですよ。はい、それではリオン活動の抱負とか目標を教えてください。あ、俺の目標はやっぱりファンミーティングをしたいです。あ、もう一回東京で、もう一回来月、来月、あ、本当にしたいです。あ、そうですよね。はい、おさんさん、僕は嵐先輩みたいになりたいです。あ、はい、すごいすごいね。ありがとう。スヤさんは？すっげー。あ、저는 일본 에 더 자주 와서 여러분을 많이 만나는 게 목표입니다. 僕は日本にたくさん来て皆さんにたくさんお会いすることが目標です。아이장이장이이네하이사고쿤과어저는僕は돌아가기전까지死ぬまで어死ぬまで帰るまで死ぬまで死ぬまでよ。ひどいひどい。일본팬여러분들에게잊지못할큰행복을주는것이목표입니다。日本のファンの皆様にいつもよりもたくさんの愛をどんどんあげられるように幸せにすることが目標です。あ、やっぱりヤサオさんを、ヤサオ、ヤサオ、やめてやめてやめて。あ、いいえいいえ、やばいやばい。あ、僕はたくさんファンの皆さんにずっとずっと僕たちの音、あ、僕たちのありがとう気持ち、あ、ありがとう気持ちをずっとずっと伝えたいです。ありがとうございます。かっこいいですね。はい、僕は皆さんと一緒に年を取りたいです。じいちゃんになっても皆さんと一緒に遊びたいです。はいはい、ありがとうございます。僕も。はい、それではなんか、はい、嬉しいお知らせが2つありますよね。2つ、サンオさん。あ、はい、まさに明日、明日スヌーパの初コンサートが決まりました。イエーイ。はい、明日2月26日ゼプダイバで、あと3月19日ゼプ名古屋で、あと3月20日は大阪の戸締まり場フォーラムでコンサートがあります。皆さんたくさん来てください。たくさん来てください。はい、そして3月11日から僕たちスヌープのプロモーションも決まりました。はい、来月、来月3月11日です。はい、その時も一緒に「おーいえよ叫ぼう!」「おーいえおーいえおー!」「おー!」「頑張ってね!」「おー!」「おーおーイエー!」行きましょう。一番、一番大きい。一番、一番。ありがとうございます。